皆さんこんにちは。唐突に始めながかなキッチンです。今日は卵と牛乳10分でできる濃厚ミルクアイスの作り方、このチャンネルさんにあった太らないアイスっていうのを作ります。めっちゃ簡単だった。何それ、持ってちゃうの？食べる、食べる。アイス、バニラアイスだよ。ミルクアイス食べる。できたら食わせてやる。なんか変なのができるかもしれない。黒蜜ときな粉、待って、黒蜜ときな粉かけたら絶対うまいよ。もしもし。はいはい。黒蜜ときな粉もあれば美味しいらしい。黒蜜ときな粉、よろしく。バイバイキン。黒蜜ときな粉を注文した。なんかね、そう、めっちゃ作り方が簡単だったの。え、待って、簡単すぎない？こんなんで動画になるのかなと思ってしまった今日この頃。もうほら、服装も舐め切ってるよ。それじゃあ早速作っちゃおう。なんか向こうで言ってる人がいるね。なんか違うの、カンナキッチンをやろうと思ってたのよ。やろうと思ってた、やろうと思ってたら、なんかママがなんか冷たいのが食べたいって言ってて、なんかアイスの作り方ってさ、どれ調べてもさ難しそうじゃん。そしたらめっちゃ簡単なやつしか出てこなかったの。難しいのを抜いたらね。え、卵2個割り入れて、ここに牛乳 200ml をぶっ込んで混ぜて終わり。簡単。簡単じゃない？え、てかジップロックなくてもいけっそう。え、いけるいける。バットに入れて冷凍庫に。え、でも固まるのかなそれ。余裕だろう、マジで。待って、本当にできちゃうかもしんないよ。どうしよう。美味しい牛乳を 200ml。 え、めっちゃある、 200ml って。何を？200ミリが分からないわけじゃない。無臭だね。やっぱバニラエッセンスとか入れた方がいいと思う。え、勝手に入れちゃっていいのかな、バニラエッセンスとか。え、これで固まらないとかなったらマジウケるよね。そもそもバニラエッセンスというおしゃれなものがうちにはない。お、青い着色料見つけた。これ青にアイス着色したら青いアイスできるよ。食べたい。青いアイス食べたいか。絶対食べたくないだろ誰も。なんかラカント入れていいらしいけど、うちにラカントはあったかいな。最近きび砂糖な気がしてきた。もうね、砂糖入れちゃう。ラカントないもん。砂糖なくてもいいらしいけど、多分みんな食わんでしょ、砂糖入ってなかったら。一杯と半分。入れます。これで冷凍庫で1時間固めるだけだよ。すごくない？早っ。早いよね。ごめんなさい、手際良すぎて。料理できちゃう女でごめんなさい。なんでこんな簡単なところでミスるかな。1時間冷やします。カンナキッチンの尺が余ることなんて本当にないんだから。質問コーナーをしようではないか。あ、ストーリー1400人見てくださってます。ありがとうございます。いっぱい、やば。これ全部答えれるかな。恋愛の方が多いな。恋愛はあんまり面白くないぞ聞いても。好きなパン、結構カレーパンと焼きそばパンが好きです。同性愛についてどう思いますか？結構缶も秋も BL 好きなので、LGBT とか色々あるけど、普通の恋愛と変わらないのでは。これ多いな。さっきからチラ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 来る。身長何センチ？この間の身体測定で 146.7？ ただいまも帰ってきたそうな。ぶりっ子で挨拶してほしい。なんだね？でもみんな、カンナちゃんにぶりっ子で挨拶してほしいっていつも多すぎ。もう一回しかしてあげないんだぞ。過去の動画見やがれかし。家族の中で一番行動が不思議な人は？私です。嘘、銀じゃないの？ママ。え？なんかうちの家族ね、頭おかしい人しかいないんだよね。スクロールしたらさ、1ページに1個ぐらい好きな人できましたか、好きな人はいますか、気になる人は、彼氏はできましたか。言いません。最近よく聞くアーティストさんいますか。最近ね、サシドクさん。よく聞く。
高校に入ってからの好きな教科は何ですか？あ、言ったかな。科学が大好きです。得意です。最近アキポンと喧嘩したことはある？ない。喧嘩はしないね。喧嘩する？あんまりしない。仲は良くない。よく喋ってんじゃん。違う、あのね、お互いにね、お互いのこと興味ないから、お互いになんか言いたいことばって言ってるだけなの。ボブにする予定はって来てる。これ、ボブにしたいけど、髪の量が多くて似合わないって美容師さんに言われました。髪がね、直毛でさらってして、量がね、ちょうどいい人はいいんだけどね。あんな薄くないのよ、髪がね。アキポンはカマチョですか？あれかも、好きになった人にはカマチョかも。女子校ってどうやって恋愛すればいい？カンは女子校で恋愛することを諦めていたので分かんないんですけど、カンの友達でそのまま高校も同じところにエスカレーターで行った人はインスタで彼氏作るわみたいなことを言ってました。出会い系でしてんじゃないですか？本当か分かんない。うん、ノリなのか本気かは分かんないけど、それ言ってました。お気に入りの前髪クリップ、結構カビゴン気に入ってますね。カビゴンか、あのおぶんぐさんつけてるあのプリン。プリンさんだよ。プリンさん来ました。変人からの質問。カンナタ16歳初のカンナキッチン、美味しくなあれ。萌え萌えギュー通じるな。え、これ言ったっけ？ミセスグリーンアップルさんの好きな曲は何ですか？一番好きなのは春秋です。カンちゃん部活は何部に入りましたか？もしかしたら女子テニス部ができるかもしれないらしい。なんか勧誘された？テニスもう忘れたよ。あ、じゃあ準備運動の時点で熱中症になって吐き気してたから。そう。最近秋朝銀の言動で一番怒ったのは何ですか？今日の午後かな。朝日と銀太が本当にうるさくて、物音がしてもかん勉強できるタイプなんだけど、あのマジで難しくて気が散っちゃって、そこで2人でね並んでやってたからね、無言でこうやって近づいたら黙った。無言の圧力。熊本ではおばあちゃんの声でバッパって言うんですか？だってこれ面白い質問じゃない。あの単なる疑問だと思うけど、これですね、パパの方のばあちゃんがおばあちゃんだから区別つかないからバッパはバッパだよね。カンがなんか言い始めたんじゃないと。ばあちゃん、おばあちゃんって呼ばれるのが嫌なんじゃなかったっけ？そう、なんかばあちゃんって呼ばれたくないって言って、可愛い呼び名ないかしらって言って、バッパ。あの、言い分けてるだけです、バッパ。ニックネーム、ニックネーム。生まれ変わるとしたら何の調理器具になりたいですか？綿棒。あ、こっち？うん。あいつか、あいつになりたいの？なんで？ゴロゴロ。カン、なんだろう。まな板。なんかいつも清潔にしてくれそう。ティラノサウルス。うん、ザリガニと喧嘩したことあります？ないです。絶対見た方がいい漫画3選。今パッと思い浮かんだのがヒロアカとウイコン。ウイコンのコンくんがガチかっこいいから見てください。え、僕慎太郎派。何の絵文字が好きですか？だってこれ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 が好きです。これなんで？煽りにも使えるし、いろいろ使えるから。かんちゃんが今までで一番理不尽だなって思った怒られ方は何？怒られ方っていうか、怒られた内容ならありますよ。中学校の頃、いきなり先生が怒り出した内容が、なんであなたたちは 6B の鉛筆を今持ってないのって怒られました。あんま持ってないよね。6B は。その先生、音楽の先生で、え、何を言ってるのかなって思ったら、楽譜を写すテストが学期末にあるらしくて、それの練習をちょこちょこ始めるから、あの鉛筆じゃないと、あの塗りつぶしてたりしないから、鉛筆じゃないと減点しますみたいな感じ。毎回鉛筆は持ってきなさいって先週言ったよねみたいに怒られてたけど、私たちのクラスは言われてなかったっていうね。めちゃめちゃ怒られましたね。なぜあなたたちは持ってないのって理不尽に。今ママに聞こうと思ってた。あ、ママ、はい、うちの門限は何時ですか？門限は特にないないよね。うちないんですよ、門限。塾が遅いからね。遊びに行った時は、まあさすがに8時までにはやっぱり帰ってこないと。でもこの間カラオケから帰ってきた時8時だった。うん、それぐらいかな、ギリギリ。まだ高校生だし。兄弟で一番モテそうなのは、これ何回か多分言ってると思うけど、朝日だ。すっごい有力候補だね。なんかわかんないけど、ママは朝日がモテるってめっちゃ言ってる。まあ、かも、あざといのは朝日だと思う。牛肉、鶏肉、豚肉、どれが好きですか？これ圧倒的鶏肉が好きです。犬系彼氏か猫系彼氏、どっちは？絶対犬系。うまい棒で好きな味は？だってかん、チョコかシュガーラスクと明太子。
自分が重すぎて彼氏に思っていることが言えません。かんちゃんならどうしますか？彼氏なら全然言っていいと思いますよ。自信持って、自信持って、自信つけたから今。あ、好きなタイプ、顔部門、性格部門で、これおもろいな。顔は二重、めっちゃ綺麗な二重が好き。あ、性格は二人でいるときは甘えてくるけど、みんなが目の前では甘えてこないっていうギャップがある人。好きな曲、好きな曲っていうか最近のブームでいい、さっき言ったサウシードックさんの魔法にかけられて、ゆいかさんの恋泥棒、ヒゲダンの曲なんだけど、アナーキーだっけ、アナーキーなったー。全然固まっておりません。見て、あ、ちょっとここが、あ、ちょっとだけ固まってる。でも全然固まってないよ、ほら。ブレッジョイ、ヘイ、ちょっと固まってるね。チョコ難しいんだけど入れるの。俺は言っちゃいけないことは言っちゃいけど、もうね、これで寝かせよう。じゃあ、うん、いいかな、これで。マンゴータイで食べたあれみたいじゃん、卵の味。何したっけな、うん、それどうやって食べるの、それな。マジ思ってたのと違う。砂糖適当、牛乳適当、いろんな作り方あるけどね。いい感じに、アイスに。アイスなのか、アイスらしいよ、アイスらしいよ。今なんかシャーベットみたいな。しょうがない、シャーベットだ。あーあーあー、毒味。いただきます。味はない。なんだろうね。生クリームとか入ってないしね。うん、あ、いいと思う。あ、でもほんのりミルク感あるかもしれない。やっぱ牛乳使ってるから。うん。あ、和風。味ついてるのが好きな人は絶対かけるべき。こっちでカロリー取っちゃうよ、でも。まあ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 。わらび餅の味になる。うんうんうん、今日は、うん。意外とミルク味あって美味しいよ。ごちそうさまでした。夏だからね、やっぱりアイス美味しい。あ、簡単だし、作り方。そんな職人技みたいな、いらないから、手軽に作れます。あと、シャーベット感強いから、甘いの苦手な人でもいけるけど、カンは絶対黒蜜かけた方が美味しいと思う。たまにインスタ動かすので、インスタ見てください。バイバイ、また見てね。